花銀着は外見的には、イソ銀着によく似た動物であるが、足盤がなく、砂地に巣穴を作り、それに潜って生活している。多物に付着せずに生活すること、生還の中を素早く移動できることなど四方動物の中で極めて独特である。花銀着は四方動物門下中高、花銀着目に属する動物の総称である。 大柄なイソギンチャク様の動物であるが、大きな際は足盤で岩に付着するのではなく、砂地に穴を掘って潜っていることである。その体は細長く、後端は丸まって終わっている。前端は口盤となり、その周辺には多数の触手がついている。また、中央の口周辺にも触手があり、それぞれ円触手、口触手と呼ぶ。後端には、異空に続く、 小さな穴がある。内部形態はおおよそ6くっぱなし産後の方ではあるが、その配置には左右対称性が強く見られる。その対称軸の腹足の端で核壁が増える。発生の面では得意な妖精を持つことで知られている。多くのカチュウ類はプラヌラから次第に定着して生態の姿となり、プラヌラ以外に特定の妖精の名を持たないものが多いが、花銀着類には アラクナクチス、オバクチスなどいくつかの妖精が知られる。前者は、円錐形の体に、本体より長い程度の6本以上の触手を持つ。触手の先端には、四方が集まっている。オバクチスは、球形に近い本体に15本以上の短い触手が、円をなして並ぶ。その体は砂地に縦に掘られた生管に収まり、体の前半を管から出して、触手を広げる。 刺激を受けると全身を巣穴の中に引っ込める。その動きはかなり素早い。巣穴の壁は自分の出した粘液と折り四方から出る糸で固めてある。紫花銀着の粘液の壁にホウキムシが住みつくことが知られている。世界に約40種が知られる。ただし、属種の童貞は核壁の構造を等を見なければならない。実用的な利益はほとんどない。 紫花銀着は美しいので水族館ではよく飼育される。ありがとうございます。